こんにちは、パタヤチャンネルです。少し前にバービア島が閉鎖になったんですけれども、4月18日からさらに規制が強化されました。なんとかロックダウンは回避できたんですが、そのパタヤの街の様子を今回ご紹介したいと思います。今回はタイ国内すべての県で規制が強化されるということだったんですけれども、その中でも18県がレッドゾーンということで、パタヤもその中に入ってます。毎回なんですけれども、直前までいろんな噂が飛び交いまして、当日にならないとはっきりしたことはわからないんですけれども、今回出た規制はこんなような感じのものになってます。学校や50人以上の集会が禁止だったりだとか、以前から継続でバーとかパブ、飲み屋は閉鎖。そして一番影響が大きいのが、飲食店が9時までの営業で、さらにお酒の提供が禁止になってしまいました。さらにコンビニが夜閉まったりだとか、スポーツ施設等もいろいろと制限があるようです。ということで、まずビーチの様子をお届けしたいと思います。撮影したのが18日なんですが、17日の夕方の時点ではビーチのこういったパラソルを開いたお店の営業は禁止の通達が来たということを聞いてたんですけれども、実際当日の朝になりましたら皆さん普通に営業してました。日曜日のお昼頃に行ったんですけれども、通常でしたら日曜日は混んでるんですけれども、この日は本当にガラガラでお客さんがほとんどいませんでした。続きまして、ジョムテンビーチの方に移動したんですが、こちらの方もお店は営業してたんですけれども、ドンタンビーチ同様日曜日なのにもかかわらずほとんどお客さんはいませんでした。そしてパラソルのお店だけ人がいないわけではなくって、ビーチ自体にほとんど人が歩いてませんでした。そして現在パタヤ市内、この看板が至る所に貼られてるんですけれども、今月21日からジェットスキーのワールドカップがあります。公式の国際大会になりますので、簡単にキャンセルはできないなとは思ってたんですけれども、どうなるかちょっと心配してたんですけれども、準備が着々と進められているようでしたので、予定通り開催されると思います。ずいぶん前から観客席の組み立てとかはしてたのを見にしてたんですけれども、もうこの日は大会3日前ということで、テントなどもすでに建てられてまして、観客席ももうほぼ完成の状態でした。ただ観客席もぎゅうぎゅう詰めに座ることはできなくて、座ってはいけない席には張り紙がしてありました。そして大会開催中の5日間は屋台も結構たくさん出るみたいで、もうすでに販売開始しているお店もありました。そして大会のスケジュールが貼ってあったので確認してきたんですけれども、いろんなクラスだとかなんか用語がいっぱいありまして、よくわからなかったんですけれども、とりあえず決勝は25日ということのようです。撮影に行きたいなとは思ってるんですけれども、ただ結構人が集まるようならあんまり無理して行くつもりはないので、もしかしたら動画アップしないかもしれないです。そしてパタヤビーチの方に移動したんですが、昨日の動画でもお伝えしました通り、現在たこ揚げのイベントが続いてます。この日は程よい風が吹いてましたので、どれもいい感じで飛んでました。この動画をアップするのが19日なんですけれども、この19日が最終日となりますので、まだ見てない方は夜8時までイベントやってますので見ていただくこと可能です。前回前々回ずっと見たかった巨大なクジラのカイトなんですけれども、この日はかなりいい感じで飛んでました。ただ僕の想像するカイトというものとあまりにも違うので、これをタコと言っていいのかちょっとわからないんですけれども、見応えはありました。ただいい感じでカイトは飛んでたんですけれども、会場に人は以前と比べると少なくなっているような気がしました。続きまして、セントラルフェスティバル内の様子をお届けしたいと思います。過去2回感染が拡大した時にはほとんど人影がいなくなってたショッピングセンターなんですけれども、今回に限っては多少人出は少なくはなっていると思うんですけれども、そんなにガラガラという感じではありませんでした。
そして地下1階のフードコートも無事営業してました。以前は全く人影がなくって壊滅的な状態でしたフードコートも、多少ではあるんですけれども、かろうじて人影がちらほらとありました。5階と6階にありますレストラン街もほぼ全てのお店がオープンしてました。お客さんの入り自体はお店によって差はあったんですけれども、今回の規制の強化によって全く人がいなくなるという状態ではなくてホッとしました。そして唯一閉鎖してたところがこちらのゲームセンターのエリアになります。僕自身こういうゲームしませんので、特に影響はないんですけれども、こういったものは全て現在はクローズになってます。そして当然映画もクローズということを聞いてたんですけれども、映画館の方まで行けるようでしたので撮影してきました。ただやはり現在映画はクローズになってるようで、人もいませんでしたし、チケット販売機の電気も切れてまして奥の方も暗くなってました。ただなぜここまで来れたのかなと思ったんですけれども、ボーリング場はオープンしてるようでした。ただ一切ボーリングをやってる音も聞こえてきませんでしたし、人影もなかったのでお客さんはいなかったんじゃないかなと思います。続きましてスポーツ施設をいろいろご紹介したいと思うんですが、こちらの方も当日見に来るまで空いてるのか空いてないのかさっぱりわからない状態でした。まず僕が週1回やってるテニスコートなんですけれども、こちらの方は無事通常通り営業しているようでホッとしました。ちなみにこちらはサイアムベイシュアというホテルのテニスコートになります。続きましてこちらも週1回ないし2回ぐらいやってますバドミントンの会場になります。サウスパテアのサードロード沿いにある体育館になるんですけれども、4時半ぐらいに行ったんですけれども、通常4時半ですとほぼ全てのコートが埋まってるんですけれども、なんとこの日はコート1面だけ使われてまして、それ以外はガラガラとなってました。数日前に来た時もいっぱいでしたので、多分皆さん様子見で控えてる人が多いのかなと思いました。ちょっと話は変わってしまうんですけれども、このバドミントン場の隣にゲーンムーカタという以前ご紹介させていただきましたムーカタがあったんですけれども、現在は一切営業してなくって、中も全くレストランの雰囲気じゃなくなってました。そして僕の人生においてお酒と同じぐらい大事なサッカーなんですけれども、無事にサッカー場も空いてまして、この日も朝7時からがっつりやることができました。このカオノイのサッカー場に毎週2回朝7時からやることになりまして、そのおかげでいつも昼過ぎに起きてた生活習慣がちゃんと毎朝起きれるようになりました。ここ以外にもともとやってたソイコーパイのサッカー場でも週1回ないし多い時は2回やったりするんですけれども、今回このタイミングに合わせたかのようにグラウンドを整備してまして、30日までかかるということのようで、こちらのコートでのサッカーはしばらくお預けとなりました。コートがめちゃめちゃ綺麗になってますので、やれる日がすごく楽しみです。そして過去2回ロックダウンの時はクローズしてたジムなんですけれども、今回は無事にオープンしてました。ただよくわからないのが、ジムはオープンしてるんですけれども、プールはこの日から使用禁止になったということです。プールで感染するというのは聞いたことないので問題ないような気はするんですけれども、うちの今度のプールだけではなくって全てのプールが利用禁止となっているようです。ちなみにパタヤパークにも大きなスイミングプールがあるんですけれども、こちら入場料100バーツで入ることができるんですが、外から覗いた感じ人が一人もいませんでしたので、現在閉鎖してるんじゃないかなと思います。そして最後にセントラルパタヤ沿いのマッサージがたくさん集まってるエリアご紹介したいと思います。今回の規制強化で一番被害を受けているのはマッサージなんじゃないかなと思います。この辺りのマッサージ屋さん、以前80バーツでやってるところもあったんですけれども、少しずつお客さんが戻ってきまして、現在では100バーツに戻ってそんなに経ってないと思うんですけれども、
これからという時に閉鎖の命令が出てしまいました。どこのお店とは言えないんですけれども、こういった感じで撮影したところ、中からファランが出てきたりしましたので、さすがにその映像は使えないので再度撮り直したんですけれども、閉鎖中に直接お客さんと連絡を取って裏営業しているところもあるみたいです。ただ現在ビーチチェアでやってもらうビーチのマッサージは営業してましたので、もしどうしてもやってもらいたいという方いたらビーチ行くのがいいんじゃないかなと思います。以上、今回は4月18日より規制が強化されましたパタヤ市内の様子をお届けさせていただきました。次回、あさっての動画では衝撃の700円でオージービーフの鉄板焼きしゃぶしゃぶ食べ放題のお店をご紹介したいと思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。